勝が起こる最後のチームが登場しました。県ナンバーが1番、その1の1をつけているのが国谷斗真選手、1の2が杉本玲選手、挨拶代わりに杉本玲選手があっという間に試中になりました。そして国谷斗真選手はどうか、国谷斗真選手の実力も確定したものがあります。さあこの時あっという間に詰めてタイムダウンの時間差キャッチ。さあここを取り手を離してなんと1分で片付けた。このチーム国谷斗真選手は個人5位、杉本玲選手は個人2位で決勝予選1位で通過しています。さあ杉本選手がどういうふうな感じでこの課題を片付けていくか。さあ来い、さあ来い、トーマと国谷選手と杉本選手、高校の頃から少年の北海道チームを結集して非常に強くなったチーム。さあ、杉本選手か、さあ、杉本選手の体勢はどうか。さあ、ガンバニャーと、高校のからのコンビ、そしてお互い青年になっても海道へ代表として君臨しています。北海道の大きな北の大地のゆっくりとして育てられて、しかし大きな力はゆっくりと育まれます。この若いペア、まだ20歳前半のペアは予選1位通過です。やっと電光掲示板の時計を確認して、さあどちらから行きますでしょうか。国谷斗真選手が来ました。さあ頑張る、よし、距離は出た。さあ来い、よし来た、杉本選手。杉本選手、中学校の時は体操でした。こういった離れ技にも非常に確実なことがあります。さあ来い、この杉本玲選手、そしてゆっくりと
さあ、国谷選手はどう来るか。さあ、頑張る。よし、さあ、残り時間がないが、杉本選手が行きます。さあ、気合を込めて。さあ、ここまではお約束。さあ、カウントダウンが始まるタイミングだが、さあ、頑張る。よし、来た。さあ、熱戦が展開されています。この最後の山口国体最後の種目、三角の最後の種目が男子青年男子のボルダリング。今第1ラウンドが終わりまして、これより集計へ、4チームが勝ち残ります。その勝ち残った4チームによりまして、第3、第4課題を行います。集計のところもうしばらくお待ちください。今仮発表が行われていますが、審判団によって、正式な集計が行われます。